新藤辰巳のゴミラジオ。もし急に強盗に襲われ、銃で撃たれた場合、その撃たれた場所で性格占いをしてやろうかと思ってます。新藤辰巳です。よろしくお願いします。ゴミラジオ始まりました。赤巻です。拳銃こう多分ためらったりとかすると思うんですよね、こう人を撃つ時って。いや言っても強盗の人でも人を撃った経験の人がない人がやっぱ多いわけですから。そうです、ね、強盗なんて目立ちますから、割と捕まるから大体初犯だったり、まあ、あっても2回目3回目ぐらいなもんで毎回うろたえたりすると思うんですよね、そこのやっぱ撃つ場所、足をなるべく撃つとやっぱり、やっぱりそのビビリ症なのかとか、閉鎖的だったりするとか、意外と太もものところぐらいまで行けるときは行けるんだぞって威嚇するその演出家的なところみたいな、もう直接心臓とか行ける人とかはもう自分の人生過去などがもうどうでもいいと思っている、この破滅型の人の可能性、占われてもっていう、強盗やってっからもう占われても、でも撃たれた場合でね、もうこことかポンといったらどうなんですか。これはもう潔い潔のいい人、潔のいい人、よく聞こえちゃうじゃん、挨拶よくできる人です。心臓とかポーンとちゃんと狙い打って心臓ポーンって、だからそれも潔いですよね。もうだからもう人生破綻したんですよね。だから自分の家庭環境などと、そういう両親などの教育とか、そういうなんかストレスとかも蓄えながらちゃんと教育されてこなかったとか、乱暴を受けてたとか、もう俺は本当にもう守るものが何もないんだ、関係ないよ、もう言ってやろう、なんで脅しだと思ったらパンパン、脅しじゃねえぞととかいう人もいると思うんですよね。よく分かんないとこ打つ人もいるでしょうしね。そう、何ここみたいな、ここみたいな、空気は読めないしいつも阻害されて、周りからそのいじめられ気味の人で、喋って喋って空回りしてしまうみたいな人は、何ここ打ってんのみたいな、痛いけど、痛くて怖いけど、ここある程度空気は読めてないんじゃないですか、強盗してる時点で。いや、強盗は強盗で、やっぱり怖く思われて、本来の目的のことを遂行しないといけないっていうのがあるから、空気読める読めない、非常に大事だと思いますよ。あ、そうか、計算してやってるのかどうか、だって思いつきでやってるのか、ね、人の流れと逆行して目的を持つわけですから。あ、なるほど、ね、特に空気を読める人と、本当に空気読めないのはもう本当に自分の意見を抑えて、だからみんなの流れに寄り添うだけとかの方が空気読めない人意外と多かったです。よくよく喋ったら、え、こんなこと考えてんのみたいな、人に紛れてる時は気づかなくて、ちゃんとしてる人だと思っていたけれどもみたいな、そんな人いますか。銃弾占いチャリーン。いや、いいって言われて、そんな話じゃない、そんな話はいいんですよ、うん、いや、まあ、ちょっと前の話になるんですけど、チャーミング解散、そうだよね、ソニーのチャーミングソニーのチャーミング、イージャンプも解散したけど、ソニーね、ニートプロジェクトかなんかわかんないですけど、ニートなんだっけ、ソニーヒートプロジェクト、ヒート、あ、そうかそうか、ニートでしょ、うん、チャーミングという、まあ今年でキングオブコント受験者などにも進出したことある、あの、まあ、コンビで、まあ、メディアはまだそれほどありませんでしたけども、まあ、昨年、2017年ですか、の M1 グランプリで漫才で準々決勝に行って、それが意外と非常にいいネタで評価が高くて、ね、僕もそれ見た時、あ、すごいいいネタやるな、これからもうチャーミングはやっとメディアに引っかかって出れるのかなと思った矢先に解散ということで、ちょっと調子がいいような感じになってましたもんね。はい、片方はジローさんですか、は漫画家としてもちょっと芸人生活出していたりとか、まあネタ書いてる人はもう一人の野田さんって方ですか、クリスタルさん、野田クリスタルはマジカルラブじゃないの、あれ違うおい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 、ごめんごめん、ちょっとごめんごめん、おい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 、野田さんね、昔ハレルヤっていうコンビのね、うん、今のネタ中のコント の、うん、あの主任の真似ですか、おい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 、また馬石芸能者のハレルヤの、ね、今もうなんかハレルヤっていう、片方そのカトゥーさんが
とそう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  ありましたね。そう別のハレルヤとも今いるし、別のハレルヤハレルヤって言いますよコンビ。あ別の感じでね書いてある欲しいですけど、ね、あ面白い方のハレルヤです。面白いやめろですわかんねえだろこのやめろその割れ方だから、うん、チャーミングチャーミングさん、ね、お互い一応笑いは続けてるそうで、続けるっていうのがすごいですよね。どっちかやめるじゃないですか大概、うん、もうだってね、いやあの結局お笑い魂が強い人たちなんで、一応だ単純にコンビなんかがうまくいかなかったら解散なんでしょうねそれで言うと、おそらくですけど知らないですけど、なんかでもそんならしいです、うん、そんな深い意味があるわけでなく、うん、ただ単純もうこいつと一緒にやりたいってそういう感じでしょ。シンプルなやつ、もう一番シンプルで簡単に再結成できるやつですね。まあ僕はあの解散するコンビってのは、まあ、それなりの覚悟と考えがあるから周りの人がとやかく言う問題ではない。いやそうそうよ、解散はもう考えた結果の解散なんだと思って僕は基本言わないんですけど、今回チャーミングに至ってはまだ、うん、あの早いぞまだメディア進出に行かずにちゃんとついに漫才でお互いのキャラクターと鮮度を出せたネタができたのに、それをちゃんとオーディションとか席に届ける時間が経つ前に解散っていうのはちょっと早いんじゃないか。もうそれあと2件か3年やり続けて様子見るべきなんです本当はね。本当はね、あのネタで本当はね、なんでそれをやらなかって、その単純に仲悪いだけ解散したんだっていうところに僕は今回注目してるわけですよ。突発的なことで解散するんじゃないっていうね。あのぐらいの年、エレファント・ジョーンさんとかね、うん、どっちか結婚しても生活がとか、うん、とかでそういうのである程度ピークも迎えてなんか落ち着いてきてとかじゃなくて、こう来たで二人続けますじゃないんだよ。どっちかやめますならわかるけど、うん、これ続けるんかいって、ね、じゃあもうクソだったらクソで売れた時に絶対助かるんだから、相方の人はもうちょっと寄り添う、何々金で行きたい、何々汚いとかあるだろうけども、それが売れた時のもう伸びしろだったり、あの出演につながるんだから、そこの苛立ちのところがなくなるようなコンビだったら逆に面白くないわけですよ、うん、こいつをいつか殺してやろうかなと思うけどネタ面白いぜっていうのがほらいいと思うんで、もしも嫌いだったらむしろ売れる可能性のあるコンビだというところにやっぱ注目したいですよね、うん、ジャーミングさんは。やっぱりあのネタできてからもうまだそんな日が浅いですから、最初ラママのコーラスコーナー、コーラスラインっていうコーラスライン、まあ、若手チャレンジみたいな、手が上がったらネタ終わり、終わり10人上がったっていうのを見た時に、うん、うわついに来たチャーミングついに来たと、うん、やっと暗い地下生活から光が差し伸びたの漫才面白い、これちょっとライブ出てくださいって僕のしたいライブにも呼んで、うん、そこでもやっぱ面白いなと思って、うん、まあ、M1 もやっぱり純潔行くんじゃないかぐらいのに言われたりとかいろいろしててのだよね早いっつーに、だからもうのだよね、もう時間尺が短すぎる、まだ誰にも届いてないのに、それやったな、あのネタだからそんな簡単にできないんだからさ。でもなんか耐えかねたんでしょ。いやそうだけど、その時はもうややよキャバクラ遊びで何でもいいし、ちょっとストレスをこう他で逃すようにね、うん、まあスッキリソングの本田くんじゃないけどね、蓄積で本当だねソニーはパンってなったね。そんなまあ打ち上げも楽しいね、劇場でねやってるわけで、ね、2人ともソニーいいんでしょ。でもいるんでしょね、2人ともいるわけで思わせることもあるでしょもういいじゃんやっとけばっていう、まあ、だから来るかもしれないですよ、ま、もう組だよもう一回であと2年3年ちょっとあのネタちょっとかけ直した方がいい、ちょっと今からピンでっていうのなかなかね、まあもちろん野田さんがネタ作っててもうピンでもある程度面白いなんて言われてますが、うん、あのネタはでもよかったよ、ただ面白いだけじゃテレビ出れないんだから、うん、あったんじゃないですか。だってでも漫画の中でもね、よく野田さんのこの奇人変身というか浮かれっぷりは結構ネタにしててね、でも二郎さんもなかなかダメらしいでしょ、まあ、二郎さんもお互い様なんだからなもう長いことやっててさ、うん、やっと形になって、まあ、漫画家の肩書きできたりとか、
ゴミな部分とかがこう浮き上がってきてネタもバチンとハマるようになってきて条件としてはいいんだよ、うん、2人ともいじられてもいいじゃないですか、いい、もったいないことしたなって僕珍しく思いました。そのタイミングってせめていい新しくできたあの味がしなくなるまで、まあ、ある程度舞台に出てオーディションとテレビでちょっと伺いなさいよって俺思ったよね。まあもちろん解散する以上そのもう売れてもこいつと一緒にやりたくないと思ってんのかもしれないけど、売れてテレビ出るのってどれだけ大変かもあなたたち2人分かってるわけですから、こんだけ長い芸歴やってもどうにもならないんだから、だからセアミングさんねって思いましたね。だから唯一このタイミングもう 2,3 年待ってからせめて解散でもって思いました。調子が上がってきてる感じでしたもんね。本当だよ、ね、そのまあ引き継ぎねコントもやったらいいし、やったらいいのに、ね、会ってないな、あの解散ってなってから一回も、まあ僕も待ってないな、ね、そ本田君に殺されたのかな、あ繋がったかな、そう、うん、ってことはあと一人お前だ。なんでなんで、俺は別に全然仲良くしてましたよ本田さん。っていうね、僕は僕の意見がちょっとありましたけど、まあ、まあまあもちろん自分の人生なんで、まあ、結局人が何言おうが俺はこうするって決めたら止められませんけども、まあ、客観的に見たらちょっとタイミング、ちょっとなんでこのタイミングっていうのはちょっと思いましたよね。それみんな思いましたよね、うん、なんでって、うん、それより怒りが勝ったのもう分かりますよにしてもこのタイミングっては思います、ね、言いたら中田がいて組み立てのこのねあれだったらお互いに芸歴だいぶあるの、まあひょっとしたらそれで嘘ついてて実はすごい、ああまあね、まあ ねかもしれない、それはそうかもしれない、絶対的に表向きはそうやって言うかもしれないけど、あけど、あそんなことは平和に言って、まあ、ものすごい理由がある、壮絶な、壮絶な、金田郎さんが野田さんの親殺したとか、例えば壮絶だこれはでもよくやってんだ、よくやってたよでも俺は黙って続ける、困ったら続けろなんかもう極論もそのぐらいのことかもしれないけどね、ひょっとしたら、ね、それは分からんけども、ね、そのぐらいは本人たちばっかでもただでも平和にねそうやってただ腹立って解散したんなら、まあこういう芸者は実際周りの人はそう思ってるんで、まあ ここのね YouTube を通して本人たちに伝わったらいいなって思いますけどねそうですね本当にでも一緒にもいたくないぐらいになったら片方事務所辞めるそうなもんだけどね、笑いやってるにしてもそうなんだよね、だから意外と本当にシンプルな理由かもしんないよね、うん、そうね、どっちかが辞めるなら分かるんだろうな、うん、そうじゃないんだろうね、そうなんだよね、届くといいですね、届けもうすでに言われてるか、散々周りにそんなようなこと言われてるような気しますけどね、まあね、二郎さんのキャラクター的に、うん、一応二人に届きます、ちょうど同じはい、はい、ということでございました。私からは以上でございます。でもね、ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。